こんにちは。今日の切り抜きニュースは、昔はね、はい、マスコミ側に正義が結構ありましたね、はい、その自分たちは権力者と戦うんだみたいな、そういう気概っていうのがあったんですよ、はい、ところがそのマスコミ側って競争がないでしょ、いわゆる他業種と争うことがないんですよ、車会社とか電気代みたいな、そうするとそのええかっこするやつっていうか、かっこいいやつがどんどん沙汰されていくんですよ。その当たり障りのない人が出世していって、自分の部下を能力ない人を選んできた関係上こういう状態になったと思います。いわゆるね、金属疲労みたいなもんで、組織疲労っていうんですか、長く経つとだんだん当初の目的から離れていくんだと思うんですよ。ただまあ、いずれにしても長い間経つと腐ってくるんですよ、それは。だから組織とか権力って長くなると腐ってくるから、その現象だと思います、シンプルに。確かに組織や権力は長くなると腐ってくることが多いと思います。 NHK は商業主義でないはずですが、すでに腐りきっています。やはり NHK は組織を解体して作り直すしかないですね。それではご視聴ありがとうございました。 NHK をバイトワーズ、はい、ありがとうございました、はい、お疲れ様でした。